なぜスパイクに穴を開けるのか。フィルミーノ、コーチーニョ、フンメルスは長方形の穴が開いたスパイクでプレーしているのが目撃されている。これはおしゃれのためではない、医療のためだ。彼らはハムランド病に悩まされている。かかとの骨が大きい選手がスパイクとの摩擦や圧迫によりたびたび痛みを訴える。特にまだ足に馴染んでいない新スパイクは痛みが出やすい。この穴がその痛みを解消する。ただ俺が敵ならかかとを削りに行くね。